で、横浜2戦目、3戦目、個人的な都合で休ませてもらいます。また、次のカードからは頑張ってやりたいと思うんで、よろしくお願いします。今日は東と、準勝してるピッチャーと、聞いたら十何日ということで、青柳はどうなのかな。いつもね、同じような感じで投げれるピッチャーであるんだけども、今日もスピードも45とか出てたんで、いつもコントロールが問題のピッチャーで、ベースの中で勝負するピッチャーなんで、それができたかどうかっていうのが、青柳の一番の見るとこかなというところで、良くもないけど、悪くもなかったと思う。やっぱり横浜の打線はやっぱりね、12球団1位の打率を誇るバッターが多いんで、そこに横浜では勝ってないんだけども、それなりに投げれたかなと思います。5回投げて2点。ただ、その4回の時のやっぱり牧のタイムリーの後の大泉がサードに走ってくれたことによって、ランナーが2アウト1塁っていうことで、あれが止まってたら、あそこの走塁ミスは横浜にしたらすごい痛かったんじゃないかな。イケイケの時に、サードに走ってアウトになったっていう。これ、映像を見る限りはもうイージーアウトなんだよね、サード。で、スタートも遅かったにもかかわらず、近本投げたらサードに走ってしまったっていう。あれ、おとりになんないのよね。完全ホームセーフだから。そういうちょっと目に見えないミスが出て、もう助かったかな。次、宮崎であるってことを考えたら、相性はいいんですけどね、宮崎とは。それでもやっぱり今のこの状況で逆転されて、ワンアウト1、2塁でどうだったのかなっていう。この辺も走塁ミスで助かられたかな。そういう中で、なんとか5回まで2点で抑えたっていう。で、反対に東の方は、12勝してるピッチャーで、立ち上がりも良かったんだけども、初回、2回か、2回に、梅野の初球とか、甘いボールが結構、阪神のバッターはしっかり打っていったっていうのが、お見事っていう感じ。梅野の初球、いつも打たないんだけども、初球タイムリーのツーベース打ったっていう、これはお見事である。で、4回も、フォアボールの後から、木浪のヒット、そんで、青柳のセーフティースクイズが成功したって、もう紙一重でセーフになったんだけども、これも同点ということで大きかったかな。その後に森下のホームランが出て逆転っていうね、5回に。その流れが阪神に来たのかなという、逆転すぐされてすぐ追いついたというのが大きかったかなと。ほんで森下のホームランが出て、これもインコースに投げるボールが投げきれないで、ドンピシャで打たれてしまったっていう。6回は梅野の内野安打から始まって、そこでノックアウトっていう形で、ここもバント失敗して、木浪のバント、ここ本当はバント失敗しちゃいけないんだけども、結果、バスターに切り替わって成功した。島田もバントからバスターに変えて、三遊間のいないところにしっかり転がして成功したっていう。この攻撃はお見事っていう、切り替えのお見事が、それに選手が応えたっていう。そこで、塚本のタイムリーが出て、交代っていう形になったんだけど、この連打の中で、3連打された中で、ノックアウトっていう形で、東を下ろしたっていうのが大きかったかな。次のピッチャーも、中野の内野安打で始まって、で、2点取られて。その後の森下のダブルプレーはいけないけどね、ここでもっと取れるはずが、ホームのダブルプレーをしてしまったっていうのはちょっと大きかったけど。大きくはないけど、大きかったよね。本当はこういうとこでしっかり取っておかないといけないんだけども、ちょっと無理やり打ちに行ったのかなーって感じのサードゴロだった。これで2点止まりで終わってしまったんですけども、でもここでもう5対2なんで、ここまで来ると桐敷が出て、石井が出て、までは、石井も決して良くなかったヒットのツーベースの、ここも森下に助けられたっていう感じだよね。このバックホームで外野のフライでダブルプレー取れたというのは大きかったと思う。これノーアウト2、3塁で1点入って、牧もサードに走ってるんで、で、次ワンアウト宮崎っていう形まで、宮崎の外野フライで点数取れなかったのが大きかったかなと。あとはまた渡辺のホームランも出て、7対2の時点ではもう勝負あったかなと。後ろの中継ぎにずいもゼロで抑えたっていう流れで、今日は東をノックアウトした時点で、勝負あったのかなというゲームだと思います。今日も青柳も十何日ぶりにしては頑張ったかな。5回きっちり投げれたんで、もっと投げれたと思うけど、あそこで逆転したんで変えたかなというふうに思うんだけども。そんなゲームで東をノックアウトしたことも、でっかいし、明日でまたこれ勢いでいけるんじゃないかな。やっぱり今、横浜で一番いいピッチャーをね、打ち崩したっていうのは大きいかなと、そういうふうに思います。いいプレーに助けられて、佐野のね、ダブルプレーも大きかったと思う。大山のね、結構いい当たりだったけども、弾いたのもかかわらず、セカンド投げれたのがすごかった。
今日は守りで結構貢献度が大きいのがあったかなと思います。佐藤はね、ライトやってる時もすごかったけども、森下も全然悪くないよね。別に走っていって落としたわけじゃないからね、真上のボール落としたからね、何があったか本人に聞きたいけど、であれ多分ね、結構あるけどグローブでね、ボールが隠れたと思うね。それでこう方向性がこう分かんなかった。結構あるのよね、ボールにこう取ろうと思ったら ボールの真下にグローブが行ってボールの軌道が見えなくなる。だからこう半身になれっていうのよね、フライは半身になって取れっていう。真正面になるとこう上げた時にボールが見えなくなっちゃうから、半身の方がこう取りやすい。まあね、昔宇野じゃないけどね、中日の 星野さんがグローブ投げた宇野じゃないけどさ、いや、そうは落とさないよ、プロは。木浪もヒットも出てるし、まあ誰が打てないのはね、今日は一人いたけども、結構誰が打てなくても誰、みんなが打つってことはあんまありえないんで、それを誰かがカバーすれば点数は入るっていう。やっぱりランナー出てそれが全部得点に絡んでるっていうのが大きかったと。一番これ相手には嫌だよね、小刻みに取られる。だから、あそこ回の山本がやっぱりトップバッターで出たとこね、あそこ打っててダブルプレーだからね、あそこ、東もバッティング悪くないから、いつも言うみたいに、まずはセカンドに同点だから、あそこでもう一回こうバントを海老名にしてね、例えば、東が打てなくても一番の神里が相性がいいピッチャーで、今日は一位に入ってるわけだから、というのもあるよね。だから、あそこで下位バッターで打ってて、次ピッチャーだから打ってて、ダブルプレーって一番横浜にしたらこうショックだったと思うのにね。だからバントなのよね。同点だから。ビジターの場合はやっぱり先行していかないといけないよね。同点だったら結構サヨナラのケースとかね、あるから追い越さないといけない。これ的に言ったらバントをさせてほしかったなと思うんです。この辺が横浜の今、勝ててないとこかなって、強行に出たのが失敗してるっていう。いやいや、もうみんなまんべんなく打ってるんで、その辺は、やっぱり東をさっきみたいにノックアウトしたってことはみんなこう、自信につながると思うけど、まあ明日のピッチャーがどういう感じで投げてくるか。だから決して今日は、まあ良くなかったっていうふうにとってもいいのかなという思うけどね。まあ今までのピッチングをね、見る限りは。でも、それよりも阪神打線の方が勢いあったのかな。まあとってもまんべんなく十何本も打ってるわけだから、だから明日も期待してもいいんじゃないかなと思うけど。まあ今日もまあ巨人は勝ったけど広島負けてるんでね、もう2位に来てるわけだから、あとはもう本当に上を見て戦えるくらいに。そこはまあね、3ゲーム、まあただ横浜とかね、試合数が多いから、だからなんとも話しておかないとね、この間も言ったけど、の試合で連勝されると追いつかれるっていうのもあるんで、3ゲーム以上は話しておきたいなと思う。